はいどうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、ジム、マナ、シバ、えー、ですね、今日6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の2月の8日火曜日ですね、今が19時52分、回ったところです。 えっと今日の仮想通貨市場はき、まあ、昨日まで、ね、結構順調に上げていたんですけどもちょっと直近のところで、えーまあ、ここは結構重たいよって言っていたラインのところでですね若干こう抵抗されて調整売りみたいな形になっている通貨は結構多いですかねはいその辺り、ね、今の状況を含めアップデートしていきたいと思いますで今日も、ね、注目のニュースいくつかあるんですけど、えー、やっぱり今日ね一番注目だったのは僕が以前から、ね、注目しているって言っていたエバードームですねエバードームのドームトークンっていうのが OKX、OK、という取り 非常にですね上場されました、日本時間の17時に上場されました、その後、まあかなりですね爆上げが起きました、まあ、世界中が注目していたということで、非常に大きな値、ね、動きとなったんですが、その後の推移から、まあ、どんなところがですね読み取れるのか、まあ、どんな心理が読み取れるのかというところも含め、えー、しっかり、ね、見ていきたいという,ふうに思います。 まあおそらくまだね、誰もテクニカル分析やってないかなと思うので、えー、まあ、テクニカル分析できるほどでもないですけどね。はい今の状況をしっかりねあの、見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップした後に相場,相場分析と戦略構築やっております。ツイッター、Twitter、やインスタグラムもね、仮想通貨の関連情報を発信しておりますので、えー、ぜひチェックいただければと思います。それでは今日はですね、株式市場そんなに大きな値動きなかったので、えー、仮想通貨市場のどこから見ていきたいと思います。 はい、今日の仮想通貨市場、今がですねビットコインが504万かな、ついに500万円を突破してきて、一時もうちょっと、ね、上げてたんですけど、まあ、それでも今ね、ね3%上昇ということで、えー、若干ねこう抵抗されてきているという感じですかね、はいその中でやっぱりね、今、めちゃめちゃ強いのは XRP です、ただ、直近ずっと言っていた超重要ライン、ここまでね一気に到達したんですけど、そこで若干抵抗されていると、まあ、この後の展開ね、ねしっかり見ていきたいと思います。じゃあ、ここからですね仮想通貨市場のニュースですね、いくつか見ていきたいと思うんですが、えー、まず y o u t o d a さんのニュ,ースニュースで芝居のテーマにしたファーストフード店がグローバル展開っていう風にニュースがですね入っておりますこのニュース自体は結構前にですね2月3日ぐらいかなもうツイッターの方で発信されていたんですけどもまあ、今日ですね、まあ、ニュースとして取り上げられているということですねはい最近のツイートによるとイタリアのナポリにある芝居のテーマにしたファーストフードレストラン、えー、ウィリーズっていうんですかね、はい、これがグローバルに拡大していくという計画を立てたということですね一応芝のの開発者であるこの ファーストフードのハンバーガーチェーンとです、ね、提携することを発表しましたとでこのハンバーガーチェーンなんですけれどもえ完全なブランド変更を行って、えー、この,芝居のですねマスコットにしたんですね結構ねこれは可愛いんですよ。 でもちろん、柴犬を支払いオプションとして受け入れるということですよね。まあ非常にこう柴犬がねやっぱり今盛り上がっていると、柴犬に関しては、シ、ま、バ、あ、リウムっていうねメタバースへの参入だったりとか、あとは DAO 組織をね計画していたりとか、あとねなんか直近のニュースでは柴犬トークンをモチーフにしたなんか映画が作成されるとかね、ねなんかそんなニュースも海外でねあの入っていましたけれども、まあ、そんな感じでやっぱ柴犬コミュニティでね今盛り上げようとしているという状況がよくわかります。でちょっととね話戻すハハンバーガーチェーンこのハンババーーーーーガガチェこのに関 マクドナルドとかバーガーキング要はそういった主要なです、ね、チェーンとは一線を画していると何を,隠し何を、ね、違いにしているか強みにしているかというと健康的なファーストフードだということを言っているんですね、はい、これが実際そのウィリーっていう、えー、ハンバーガー屋さんのです、ね、実際の、えー、ホームページですね見ていきたいと思うんですが、まあ、かなりおしゃれですねでディーセントラライズドファーストフードってなってますまあまだね分散化された組織では僕はないと思ってるんですけど一応まあそんな感じでファーストフードとしてまあやっていきます ということでバイシバってちゃんとね入ってますよね。でこのまあチキンをモチーフにしたハンバーグを売り出そうとしているのかな、まあ。ここにもエコだったりとかオーガニックそれからサステナブルのパッケージングとかまあそんな感じ。あとはですねまあポテトもね非常に美味しそうなんですけどもえこうレタスがね非常にフレッシュですよとかまあどちらかというとちょっとね健康的でヘルシーなイメージそして環境にも配慮しているよっていうところを、えー、まあ売りにしたようなハンバーガーチェーンみたいな感じに見て取れるかなということですね。はいこのウィリーのね、えー、ツイッターに関しても。 もうすすでに1.3万人のフォロワーがいます結構ね、最近立ち上がって、去年の10月くらいからね、立ち上がってるんですけど、1.3万人ぐらいフォロワーがいるということで、ますますね、今後盛り上がってくる可能性があるんじゃないかということで、ちょっとね、この辺も期待したいところかなと思っております。それから続いてのニュースですね、コインポストさんのニュースですけれども、なんとですね、三菱 UFJ 信託銀行が、ステーブルコイン型のデジタル通貨を発行するというふうな報道が出ました。かなり大きなニュースですね。 えー、三菱 UFJ 銀行はデジタル証券の即時決済を可能にするステーブルコイン型のデジタル通貨を発行することが分かりましたということですね各媒体で報じられておりますしあの海外ニュースもね僕たくさんチェックしているんですけどかなり大きくね取り上げられています一応まあ円に連動するデジタル通貨ということで1枚1円だそうですねでプログマコインっていうふうに言われるそうですでこれはですねプログマっていうプラットフォームの名前からとっているようですねこの UFJ に関しては以前からこのプログマっていう名称のプラットフォームを開発 プログマとは分散台帳技術、ブロックチェーンを活用したセキュリティートークンデジタル証券の発行管理プラットフォームだということですね。ねなので、このプラットフォームの中で使えるコインということでプログマコイン、これが円に連動すると、でとりあえずはそのデジタル証券ですねこれを売り買いすることに使われると、それ以外のところは、ね、まだ考えていないと、まあ、例えば決済だったりというか、ね、まだまだ現時点では、ね、考えていないという模様だそうなんですけれども、まあ、当然、 だからやっぱ将来的にはです、ね、仮想通貨や NFT ですね、こういったところの取引決済にも利用されてくる可能性があると、まあ、そうなってくるとやっぱその仮想通貨資料とデジタルコインがつな、ね、がってきますので、まあ、本当にこの超、ね、大手のメガバンクがこういったまあステーブルコイン、まあ、いわゆるその仮想通貨としてのステーブルコインという感じではおそらくないと思うんですけれども、そことです、ね、実際の仮想通貨がこう連携するときが、ね、かなり近くなってきたんじゃないかなというところで、ちょっと、ね、あの今後も期待したいニュースじゃないかなというふうに思っております。 はい。それから次のニュースですね。メタバース不動産事務所が不動産販売開始しましたというニュースですね。スペインの会社だそうですね。スペインの2つの企業が力を合わせてメタバースに仮想不動産オフィスを設立したそうです。で、この、えっと、メタバース空間に関してはディーセントラランドだそうですね。で、この仮想不動産オフィスではユーザーはですね、住宅に関するデジタル情報を取得して仮想販売員っていうのがね、なんかいるそうなんですけども、その方からこう支援を受けて、まあ、リモートでいろいろ購入をですね、 アシスタントしてくれることができるとそういう風な感じで購買することができるようなシステムになっているそうですね、まあ、こんな感じでメタバース内の商業がですねもっともっと活性化してくるとで実際にこの不動産オフィスも今のところこれだけじゃないそうですね僕もちょっと詳しくね調べられていないんですけども他にもあるということで、まあ、まだまだね当然ながら走りだということで、まあ、こういった企業のね株を見ていったりとかっていう側面もね結構面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに今のところは思っております はい、それからついにですね、上場が開始されましたエバードームですね。OKX、OK、というね、取引所に上場されました。で、これがですね、上場後の推移になっております。5分足ですね。で、売り出し価格が0.001ドルだったんですけど、最高で0.04ドルまで上昇しましたので、だいたい40倍かな ?40 倍ぐらいまで一時行きました。その後、えっ、ー、と、一気にですね、まあ、下がってきて、まあ、これはね、あの他のローンチパッドとかでもよくあるパターンですね。上場後、一気に売られるっていうふうなパターンですけれども、ただね、下げがそんなに 強くなかったんですよね初期で大量に、ね、売ってくる層というのは当然ながらある一定層いるので大体こう上場でね、えー、急騰してそこからまあ半値ぐらいまで戻してそこからまあ徐々に下がっていくみたいなねそういった動きが結構ねあの動きとしては多いんですけれども直近のところを見ると息が上がってまあ半値ぐらいまで大体戻してですねまだでもそれでもね20倍ぐらいのところで推移してますけどそこから5分後でねどんどん下がるかと思いきやそんなに下がってないんですよねだらだらこう下がってきてで下がったところで、えー、いわゆるサポー サポートされてですね、買われて、そのまま横ばいに変わっていっているというような状況になっているんですね。なのでおそらくホトラーたちはですね、そんなに売りたいと今思ってないという状況だと思うんですね。でその一つの要因が、えー、昨日ですね、エバードームの公式ツイッターの中で、えー、ロブグリーンさん、まああのファウンダーの方ですけれどもこの方がこの下にちょうどね訳してくださっている方、非常にね有益な方がいらっしゃいますけど、えー、ドームの発売直後にステーキング開始しますっていうことをねツイートしてるんですね。でその条件としてはまあ、1から52週間のロックで えー、毎日請求可能な報酬、それから請求された報酬を12ヶ月間ロックされると、それから大規模な APY、これで、えー、大きなリターンが得られますよと、こういったステーキングサービスもあるんですよっていうのを事前にですね選定を打っているんですね。なので、まあまあ、この辺りでね一旦ん履していた人たちは今残っているものに関してはとりあえず今後の将来性も含めてステーキングに回そうというふうに考えている人、結構ね僕は多いと思うんですね。なので、ちょっとね普通だったらね結構ガーッとこう下がってくるような、ね、イメージ。例えば 直近でバイビットのところでですね上場されたこの GGM っていうコインあるんですけれども。 まあ本当に一例として見ていくと、まあ、一気に、ね、上場して、これも24倍、25倍ぐらいまで上がったんですけど、そこからだらだらとずっとね、えー、徐々に徐々に売られてくるみたいな動きが結構ね、見られるパターンなんですよね。一方で今のところ、エヴァドを見ると、ちょっとやっぱその動きとは違いますよね。一気にね、あのーまあ、高いところで利格した人たちっていうのは当然ながらいるんですけど、そのまま横ばいにずっと変わっていると、まあ、これちょっとね、まだまだ、えー、と5時にね、日本時間の17時にローンチされて、今20時ですので、まだね、3時間ほどしか経っていないんですけど、 まあこの後の展開ね、しっかり見ていかないといけないんですが、ちょっと他の通貨とはね、違うんじゃないかなっていうふうに個人的には見ております。はい。で、まあ、ステーキングに関してはまだね、公式な見解はそらく出ていないと思います。僕はこの動画を撮る前にね、調べたんですけど、公式ホームページの方にも載っていませんでしたので、また続報があればですね、えー、と日々の動画の中で取り上げていきたいと思っております。 はいじゃあ、エヴァドーもここまでですね。じゃあ、最後に売り板買い板、いつも見ているオーダーデプスですね。こちら見ていきたいと思いますけれども、今、直近のところを見ると、若干こう買いがね、えー、厚くなってきているかなっていうふうな状況が見て取れる状況ですね。はいで上に関しては、4あ4000ドル付近、以前からね、あの重たいかもっていうことを言っていましたが、一応そこでサポあのレジスタンされているわけなんですけれども、引き続きやっぱり4万4000ドル台っていうのは、売り板がまあ,ある程度ね、厚く入っているかなっていうふうな状況ですね。で、その上、ちょっとね、また売り板見ていきたいと思うんですが、 えーと4万5000ドル付近はそんなに、ね、大きく入ってないんですがやっぱりこの4万6000ドルですねここの辺りは、えー、結構ね他と比べて大きな売り板が入っているかなというふうな状況ですねでそれからその上ですね4万6500600ドル付近、はい、この辺りも結構ね売り板入ってるんですねこの辺りちょっと拡大覚えていただいて、えー、相場分析の際にですね見ていただければと思いますそれでは相場の方を見ていきたいと思いますはいそれではまずはビットコイン冷やしから見ていきたいと思います今のビットコイン4万3900ドルですねえー、と今 今の状況、まあ、ここ最近ずっとね上昇してきました4万ドルもきっちり超えて、えー、短期的にはやっぱり上に行くかなみたいなね話をさせていただいてたかと思うんですが、直近のやっぱりね大きな壁となったのが4万4千ドルでしたね。一時4万5千までね上がったんですけど、一応上引きつけて大きく下がってきて、今4万4千ドルぐらいまでね下がってきたかなというふうな状況ですね。以前から言ってる通りやっぱり、移動平均線たちのサポートは受けやすい環境が完全に整っています。これ4時間足ですね。はいただその中ででやっぱ短期的にですねあれさえが かなり高いところまで上がってましたのでちょっと売られやすい環境ではあったのかなということですねこのあたりグローベーズのえっと方のですね朝分析の中ではお伝えしていた内容かなと思いますそこから一旦下がってくる動きになってくる可能性が今高いかなと思っているんですが一旦サポートをされるとなるとえっと 20MA ですねここは結構意識されると思いますしそれを抜かれたとしてもやっぱり4万500を抜かれていくっていう風な動きはちょっと考えにくいんじゃないかなって思っていますはい、サポート圧力がかなり強いですのでねなのでやっぱりこう下がってきたところから分割でエントリーしていって 46,000ですかかねそれからまあちょっと上で4万6600500ぐらいのところ言っていたと思うんですが、だいたいこの辺りですね、なので、まあ、おおむね4万6000ドル付近というのは、ここですよね去年の12月に大きく下がった後えずっとね4万6000ドル付近を割るかどうかみたいなところでずっとこうあの揉み合っていたポイントが、だいたい4万6000から4万6500ドル付近なわけですね、なのでこの辺り一体としてえ結構まああの抵抗ラインとして機能してくる可能性があるということですよね。まあ、そういった思 多い価格帯を前に一旦失速気味になっているのが今のビットコインなんですけどやっぱ短期を見るとここまで上昇してきましたので一旦下がった相場っていうのはおそらく買われてくるという風な感じで引き続きやっぱ4万6000ドル台まではね、まあ、今一旦ね売られていますけれどもしっかりサポートされてですねあ一時的に4万2000ぐらいまで下がるかもしれませんけれどもそのやっぱり4万6000円から4万8000ドル付近この辺りにはねおそらく試してくると思いますそこでまたさらに抜けるかどうかというところですねこれ抜ければ大きく目線変わってくると思いますのでその辺りまでね 短期的には狙ってでここからの抜けた後の戦略に関してはまた別のトレードとして短期のトレード戦略を組んでいくという風な感じかなと思っています、はい。長期の方に関してもやっぱこれ下がってきたところはね、やっぱりあの買っていくような、えー、試合になっているんじゃないかなと思っております。東で見るとこんな感じですね。以前も言った通りここから下がってきたとしてもやはりこの3万4千円ぐらいまでもう一回つけるっていうのはちょっと考えにくいかなというところですね。なので一旦ここから下がっていって、まあ、ここで逆三存みたいな形の中で上昇 もう一回試してくるとかそういうふうな展開がちょっと、ね、予想されるんじゃないかなというふうに今のところは思っております。 はい、ここからイーサリアムですね。イーサに関しても、まあ上昇向としてきましたと。で、まだですね、この3100ドル以前から言っていたここのラインですね。これをえ明確に抜けることができずに止まってしまっているという風な状況です。で、ここも、まあやっぱり上がですね、50日移動平均線あったりとか、この水平線自体もかなり意識されてますので、やっぱり重たいという風に意識の中で、一旦こう下がってくる可能性は出てきたんじゃないかなと。まあ、ただね、そんなに下がってないので、えー、ちょっとね、短期的なところを見ていきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じですね。なのでイーサの方がやっぱりね、今のところ、 よりもサポーター圧力って相当強いような。 位置関係になっているんじゃないかなと思っていますまっ、あ、すぐ下には20それから250100ですねもう全部密集していてまさに今からね上げていく初動のような形になっていますので引き続きまあ一旦ねこの2900ぐらいまで下がったとしてもまだまだ全然ね上昇の勢いというのは強まってくる可能性はあるんじゃないかなという風に思っておりますでひときわですね強い動きを見せているのが XRP ですねめちゃめちゃ強くて、えー、まあ僕もホルダーですので結構嬉しいんですけれどもまあ直近言っていましたこの90セントやはりここでね、えー 抵抗されてきましたね。なので、短期的にはやっぱここまでがあのー、利益の取れる幅だったかなという感じですよね。ただ今のところを見ると、やっぱここまで強くんでいて、やっぱりこの辺りも含めて出来高もすごく上がってるんですね。海外ニュースの方でもまあ、sec との裁判のねえ。 点があるんじゃないかという風な見込みから買われているという状況もまあニュースとして報じられていましたけれどもやはりまあそういったところからしてもね、えー、こう短期的に今どんどん売っていく方っていうのはおそらくいないんじゃないかなと思ってるんですねむしろその裁判に向けて買っているということであればやはりここからですね下がった相場はまた買われるっていう風な動きになっていく可能性が僕は高いんじゃないかなと思っていますなので四時間足レベル的に90セントね今抵抗されていますけれども一旦このあたりまでまあ75セントとかこのあたりまで下がる可能性があったとしてもそこでしっかり サポートされてまだね、えー、チャレンジしていって90セントいずれ抜けてくるとまあ、そんな感じで今のところはですね予想している状況ですでまあ日足で見ていくとこの90セントを抜ければねかなり大きな相場になってくるっていうのは以前の,そあの動画でもね言った通りかなと思います移動平均線も全部抜けていくことができますしおそらくこれ抜ければ一気に1.01ぐらいまで上がっていってまあそれもおそらくね僕は超えていくんじゃないかなと思っていますで次の目線としてはやっぱここですね高値切り下げライン これが1.1、ね、ドル付近になるわけですけれども、まあ、この辺りまでは、ねえー、短期的なこう調整を含みながら上昇してくる可能性は十分、ね、あ,のあるんじゃないかなというふうに思っております。 それからジムですね、ジムに関しては、なぜ今日取り上げたかというと、ちょっとね、直近で大きな出来高が作られているんですね、あの四時間足で少しね目線を変えていきたいと思うんですが、四時間足で見るとこんな感じです、なので、移動平均線密集していたポイントを、なんとかじりじり上がっていって、抜けていったというふうな状況なんですね、で直近の相場展開の中で、一旦下に大きく揺れ動いたところがあったんですね、はい、あのこれを見ていただくと一目瞭然で、大きな下髭つけてますけれども、一時的にこの17セントぐらいまで下げたんですね、はい、それでもね、 大きく反発されましたすごい出来高ですね,ね。本当に直近、今年に入ってくらいからは一番ね大きな出来高が上がったんですけど、まあ、これあの赤の出来高になっているのは陰線ですけれども、かなりたくさん買われたと、買、ま、い、あ、反発力が非常に強かったねっていう動きがここの値動きで見て取れるということですね。なので、まあ、ここ下に下がった相場は、ね、これだけやっぱり反発されるっていう風な状況が確認されてますので、これをちゃんと維持することができれば、まだまだねこう勢いよく上がっていく可能性が見えてるんじゃないかなと思います。一方で逆のシナリオも考え この下着側をつけた後に次のローソク足からこれを更新していくような動きでまただらだら下がってきた場合これはかなりまずい相場になってきますね。はい 今のところ一応この17.2セントこの水平線これがねジムの歴史の中でもかなりね重要なポイントになっておりましてここなんですよね結構まあ大底としてあとはこう急騰のポイントとして意識されたポイントなんですけどここをしっかり回復してきているというところは一つ評価できるポイントで冷やしレベルの20日移動平均線にもサポートされる環境になっていますのでまあこういったところから総合的に判断するとやっぱり26セントとかここ次のね重要なポイントなんですけどこの辺りまではね上昇していく可能性っていうのはあるんじゃないかなと思っております えそれからマナですね。マナに関しては、以前から言っていました、ここの下落の平行チャンネルを抜けたので相当強い音で、で2.8を抜ければもっと強くなるよっていうようなね、えー、お話をさせていただいてたかと思うんですが、2.8に超えてきましたね。でそこから上昇していって、えー、今、この100円目ですね。100円目を抜けるかどうか、非常に重要なポイントになってきているわけですね。ここまで上がると、僕はもうサポートされて上に上がっていく可能性が非常に高くなってきたんじゃないかなと思っております。ま,あ、あのまずは、ですねこの5日移動平均線を見ていくべきですね。こういっった感じで上がってサポート 完全にされていますので、これ割り抜けられたら、一旦ちょっとまずいかなっていう風なな仕組みに変えていくと、まあ、ただそれでも50日移動平均線と20日移動平均線、それと2.8度のこの水平線、こういったところでねやっぱりサポーター圧力、相当強まってくると思うんですね。なので、一旦こう下がった相場があったとしても、えー、そこはまあ上がっていくでしょうと。なので、エントリーするんであればやっぱり分割で、ここまでね下げられて、そこで入っていくことができる分をちゃんと余力を残してエントリーしていくっていうのが、一応、ですね短期取ドで僕が一番大事にしているポイントですので、その辺りも 意識しながらね戦略組んでいただけると結構美味しい相場になってくるんじゃないかなというふうに今のところは思っておりますはいまあ一応これも逆のシナリオを考えておくと2.8を抜かれたらまずいですねはいなのでここ最後あの損切りするポイントでエントリーしていくっていうことなんですよねはいそういったところをまあ意識していくだけでも勝率っていうのは変わってくるんじゃないかなというふうに思っておりますじゃあ最後ですね柴犬見ていきたいと思うんですが柴犬も以前からあの昨日の動画かな言っていましたこのラインを抜ければ結構上がるかもっていうことをお伝えしましたが、えー、抜けてきましたねはいこんな感じで明確に抜けてき、ま RSI 見ていくと、まだね、その柴犬が、ね、過去反転したのは93ぐらいまで上がって反転したんですね、まあ、本当に爆上がりだったわけですけど、まあ、そこから比べるとまだ70付近ですので、過熱しすぎてるみたいな感じには、まあ、映らないかなという風な状況ですね、その中でも出来高も少しつ、ね、いてきている状況ですし、えーまあ、こういった移動平均線も、ね、サポートに変わるような位置関係になっていますので、そこから下がってきた相場でしっかり買われて上がっていくと、まあ、さっきのマナーみたいな、えー、状況に非常によく似てるかなと思うんですが、えー、そういった感じでやっぱり、ね、まだ相場を 仕上げててくるる可能性あるんじゃなないいかなと思っていますそうなってくると、まあ、以前も言いましたここのラインですね、はいえー、0.0006ドルとかそのあたりですね、はい、初めて価格言いましたけど、まあ、そのたりまでね本当に上昇を始める今ね初動になっている可能性があるんじゃないかなと思いますもう一回このラインを割られたらまずいんですけど僕は結構ねあの一旦割られたとしても,もうサポートされて移動平均線に乗っかって、えー、上,上に上っていくとそういうふうなパターンになる可能性が結構高いんじゃないかなというふうに見ておりますということで今日はですね6通貨見ていきました、まあ、直近大きくね反転していた相場です けれども、一旦調整が入っているんですけどもそこまで大きな調整には今のところなっていないという状況ですね、えー、ここからほとんどの、ね、通貨に関してはやっぱり4時間足レベルで重要な移動平均線全部抜けましたという通貨が結構多いので、えー、そこからこう戻ってきた時に、えー、移動平均線たちにサポートされる環境で、えー、上がっていきやすい環境ではあると思うんですよねなのでまあ短期的なトレードをする方もその辺まで、ね、下がってくることをしっかりイメージの上、えー、ロット管理をしていくということで攻めていただければいいんじゃないかなというふうに個人的にはあの考えておりますということで、えー、今日の動画ここまでに にしたいいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます。